儀洋風建築。儀洋風建築とは、明治時代初期の日本において、主に近世以来の技術を身につけた大工東領によって、設計、施行された建築である。西洋建築に由来する形を持ちながら、洋風、和風、時には中国風の要素が混合され、ある種の熱を帯びたような建築群が、日本各地に建てられた。明治の開始ともに生まれた儀洋風建築は、 明治10年前後にピークを迎え、明治20年以降に消えており、その時期は文明開化と重なっている。明治維新以降、ホテル、洋式工場、小学校、役所、病院など、新しい機能を持った施設が、はじめは大都市に、やがて全国に求められるようになっていく。 西洋的な機能を持ち堅牢性を求められたこれらの施設は洋式建築として建てられる必要があった。迎賓館や造幣局など主要な施設はお雇い、外国人の手によって設計、管理されたが、その他の館長者や地方の施設は地域の大工の手に委ねられた。しかし、木造建築の伝統に育まれた日本の大工にとって石に由来する。 洋式建築は未知の存在である。建築様式は愚かそのようとすらわからない状況の中で伝統技術を身につけた大工たちは伝統の側から洋式建築を解釈し、見よう見真似で洋式建築を建設する。西家や建物の見聞を通じて得た情報をもとに建てられた義洋風建築はその時たまたまであった建物をベースに自由な設置や創造が加わり、 東屋や車寄せなど大まかな形は共通しながらも一つ一つの建物で異なるデザインが生まれた。横浜の洋式建築を参考に東京で生まれた義洋風建築は多数の西紀絵に描かれ民衆の反響を呼ぶ。一方、山梨や山形といった旧政治体制の影響力が強い地域では土木県令と呼ばれる敏腕指導者が 政府によって送り込まれ、食産工業政策と並行して、義用風建築による官庁街が新たに建設された。また、廃物希釈によって解体された寺の跡地には、小学校が建てられている。義用風建築は、文明開化のシンボルであるとともに支配体制の移行を象徴するモニュメントでもあった。幕末の日本にやってきた外国人商人たちは、インド、 東南アジア、南中国で慣れ親しんだ生活様式を営もうと外国人居留地でもベランダを巡らした建築を建設した。彼らは簡単な建築図面を日本人大工に示し、周辺で容易に入手できる材料で建設したため、大きな瓦吹き屋根の日本風の建物が出現した。この例として、ロレーロ帝、伝統紹介代理店、1862年、 清水木介、A 一番館、1863年、フランス海軍病院、フランス軍駐屯所、ヘボン邸などが挙げられ、和洋折衷といえども、和風のディテールは見られなかった。だが、1866年の豚や火事によって、これらの建物は消失し、居留地の都市的整備の進展や、外国人建築家の登場によって、本格的な様式をまとった。 西洋建築にとって変わられていった。1867年に開校した神戸では、当初から本格的な洋式建築が建てられ、横浜と同時に開校した函館も開拓士がアメリカ系の技術を採用したことで洋風化傾向が強まっていく。外国人居留地開設当初から横浜では一部の建物、イギリス領事館留置場などに木骨石像が使われていたが、 豚や家事以後、勘弁な退化被服として、生子壁が流行し、イギリス仮公主館などに用いられた。開校と同時に、横浜に店を開いた、大工、初代、清水喜助の後を継ぎ、幕府公認の四人の受け負い人の一人に選ばれた二代目、清水喜助は、1862年に、ロレーロ邸を建設し、その後アメリカ人建築技師、リチャード・ブリジェンスと仕事をしていく中で、 西洋建築を学び、イギリス仮講師館を施向した。洋式建築の経験を積んだ、清水喜助は、東京に築地ホテル館と海運橋三井組のに、大洋風建築を建てた。築地ホテル館は、旧幕府時代に計画された外国人向けホテルで、基本設計をブリジェンスが担当した。前面に、生コ壁を張り巡らし、 中央に低原を持たせた三重の塔を据えている。塔屋には下塔窓が開けられ、軒先には風卓を吊るし、石像アーチの表門には木花が取り付いている。生コ壁はブリジェンスの基本設計にあったものだが、細部の和風衣装は清水木助による。海運橋三井組は三井組が新たに創設した銀行のための建物である。木骨石像に ベランダのついた洋風二階建ての区体に複雑に折り重ねられた屋根が載っている。屋根には東波風、千鳥ハ,ハフを取り付け、方形、八角形の塔を重ねている。さらにその両側には小塔まで置かれている。初期の案では普通の屋根のオーソドックスな洋風建築だったが、三井組の希望でこのような無国籍なデザインになった。擬洋風建築の視点となった。 この二つの建物は、たちまち、東京の新名所となり、多数の西京に描かれ、日本中に広まった。地方から見物に来た人々の中には、柏手を打ったり再銭をあげる人もいたという。清水喜助は、さらに、第一国立銀行に強制的に譲渡させられた、海運橋三井組の代わりとなる駿河町三井組も、建設した。 海運興味追組と違い端正な洋風建築だが、屋上には、シャチが鎮座しており、こちらも西木への題材になっている。横浜由来の洋風建築を持ち出した大工には、清水喜助の他に、林忠広がいた。単や、小引きを経て大工に転身した林忠広は、横浜でブリジェンス、ウィットフィールド、ドーソンなどの西洋人技師の下で働き、 イギリスカリ公使館の工事にも参加した。その後、1871年末に発足した工部省に雇われ、官庁建築の営然を担当した。1873年にはお雇い外国人のトーマス・ウォートルスが率いる大倉省営然寮に移り、日本人技術者の筆頭となる。ウォートルスが、レンガや石の本格的な建築を手掛ける一方、林忠宏は、大倉省、 内務省、神戸東税関役所、駅手寮、大神院といった木造館庁舎を手掛けている。建物の内容を見ると、ブリジェンスや清水木助のような木骨石像ではなく、普通の壁には漆喰を塗りアーチや、コーナーストーンにのみ石を張る木骨石像の省略型となっている。建物の姿も、日本屋根が乗ったり等がついたりせず単調な四角形の内に収まり、 唯一ペディメントと列中のついた大ぶりな車寄せが張り出している。こうした構成にはパラディアニズムを好んだウォートルスの影響が見られる。擬用風の建築表現としてはおとなしいが、中央館長の建築ということで地方への影響力は強く、車寄せだけを強調したパラディアニズム崩しの構成は地方館長の提携として広まっていった。学生ハップを境に、 小学校だけでなく、軍役所、県庁、警察署といった地方の公共建築も洋風化を求められるようになる。各地の棟梁は、東京、横浜、長崎などで義洋風や、ベランダコロニアルの洋式建てを見分し、国元に小学校や役所を建てた。木骨石像系の義洋風から一歩進んだこれら、木造漆喰仕上げの義洋風は、中部地方の長野、山梨。 静岡の三県で最もよく盛り上がった。中でも特に盛り上がったのは山梨で県で藤村志郎のもと藤村式建築と呼ばれる一連の祇用風建築が建てられた。藤村志郎は山梨府人前に小学校発祥の地である京都を経て大阪で祇用風の小学校建設を推進した人物で宅美学校と両木学校を皮切りに 多数の義用風建築を建設している。立方体の主体部に太鼓楼を乗せた形式を持つ小学校は他の地域ではあまり見られないが、匠学校とほぼ同時期に大阪の東大組、第19区小学校や滋賀県長浜の開地学校が建てられていることから、この形式の発信源は大阪にあると見られる。山梨に続いて静岡には見つ学校や某中学校、 西の島学校が長野には中込み学校や海地学校が建てられた。海地学校は設計にあたって東京や山梨の技用風が参考にされており、後を追って作られた諏訪盆地の高島学校、山一つ越えた角松室学校、林村の山辺学校などに影響を与えている。このように先進地に建てられた小学校は周囲の地域に影響を与え、 木造漆喰系の儀用風は全国に広まった。漆喰系の儀用風がピークを迎える頃、下見板にペンキを塗って仕上げる儀用風が登場し、儀用風の晩期に広まった。下見板系の儀用風は山形と東京から始まるが、質と量から影響力は山形の方が大きいと考えられる。山形では朝、明学校を皮切りに、県庁舎、市販学校、 再生館といった対策や、軍部に西田川郡役所、鶴岡警察署などが建てられた。建設ラッシュは1876年から1881年まで5年間続き、作られた建物は主なものだけでも28件に及ぶ。札幌と鶴岡の間で技術交流があった山形では、開拓市から下見板の洋風建築が伝わりこうした洋風建築が建てられた。 建設を主導した県令、三島道常は、天任先においても、福島の伊達組役所や南会津組役所、栃木の県庁舎など、下見板の義用風建築を建て続けた。東京では、後部長が下見板の義用風の第一号だが、そのしばらく後続がなく、1877年になってから学習院、駒場農学校、一橋高堂、元老院などが建てられた。 これらは、大倉省永前寮によるもので、木骨石造形を建てていた、中央館長の技術人は、明治10年に入ると、下見板形に転じている。伝統の木造技法でたやすく作ることができ、日本の風雪にも強い下見板の技用風は、明治10年代を通じて、東北三県と東京に根付いた後、明治20年代に入って、日本列島全域に広まったと考えられている。 写真館や委員など全国に残る下見板の勘弁な西洋館はこの下見板の義用風の末裔にあたる。オリジナリティの高い建築が作られていた義用風建築であるが明治10年代後半になるとどこかに通った形を取るようになってくる。棟屋が設けられなくなり寄せ胸作り2階建ての胸の中央に三角ペディメントをいただく2層車寄せを設ける。 形式が一般化していく。本庄警察署、氷上郡拡張村組合立高等小学校、宇和島警察署など、地域的な偏りがなく、同時期にこうした形式の建築が建てられた。情報不足ゆえに多様性を生んでいた、義用風のデザインは、時間の経過とともに情報が増加し定型化されていく。また、官庁者の建築形式が、標準設計化していったことも、 定型化を促す要因となった1877年から1881年の間、府県庁舎建設費が国費支弁になり、新築に際して国の審査が厳しく行われるようになった。結果として内務省庁舎の形式がほとんど唯一の選択肢となり、形式が平準化していく。1881年7月に公費が地方負担に変更されるが、 この頃になると官庁舎の設計に建築家が関与するようになり、義陽風の時代は終焉に向かっていた。小学校建築も1877年前後から各県において学校建築法が制定され、学校建築に計画概念が導入され始める。1890年には小学校設備順則、1895年には学校建築図説明及び、 設計対応が制定され、それまで各府県において指導されていた学校建築が政府によって一元的に指導されるようになった。その結果、小学校の平面は、片廊下の胸を数棟並べた形式に修練していく。また、和風校舎と比べ公費や修繕費が高くつくことから、技業風校舎の建設が避けられるようになる。 こうして、日本の小学校建築からデザイン意識そのものが、急速に失われていった。さらに、1887年頃から偽用風、建築には種樹の改造が施されるようになる。南方起源で、日本の気候に合わないベランダは建具をはめられ、室内化し、抜きが浅いために剥離しやすい漆喰壁は、下見板で覆われた。義用風の最大の特徴である洞爺や車寄せも、 より本格的な西洋建築に近づけるため撤去、あるいは改変されていった。義洋風建築は当時、西洋像や洋風か作り、西洋型家屋に仇したもの、洋風模造などと呼ばれていた。同時代から模造だと認識されていたが、これは本来石像、レンガ作りで作られるべきものを木造で代用したもの、つまり、 様式上上のの模模造造造ではなく構造上の模造として、て認識されていた。明治十年代後半以降、工部大学校を卒業した日本人建築家たちが活動を開始すると、西洋建築を直打ちした建築が建てられた。諸外国との不平等条約を解消したい、明治政府にとって近代化とは正急な西洋化に他ならなかった。こうした数世の中、 明治初期の偽用風建築は、様式的正確さを欠いた、恥ずかしいものとして断罪される。批判の中で偽用風建築は、まとまりのあるものとして認識されるようになり、模造の対象も構造から様式に読み替えられた。対象期になると、明治期の洋風建築を再評価する動きが活発に見られるようになる。建築家たちが自己の表現を強く意識し始めたこの時期。 義陽風建築も独創性の発露として高く評価された。戦後、義陽風建築には、見よう見まねという評価が決まり文句のように結び付けられるようになる。1950年代後半から始まる明治建築の本格的な研究においても、コロニアルスタイルの季節な模倣として位置づけられていた。1960年代から義陽風建築が文化財指定されるようになるが、 洋式よりも近代化に貢献する文化的意義がその評価の中心に据えられてた。1970年代になると西洋の模倣にとどまらない独創性に富んだ建築という積極的な評価が復活する。これ以降の専門家たちは、義用風の子が偽物としてのニュアンスを感じさせることを別の子に置き換える提案をしている。黒田智信が、 1915年の写真集、東京百建築において、内務省庁舎に、義洋式という洋式名を与えており、これが洋式としての義洋風建築を指した、最初の使用例である。その後、大正義以降の明治洋風建築の再評価において、基礎的な資料収集を行った、堀越三郎が、洋風模倣建築60年期や、明治時計、大記の中で、 建築家の設計した建築と対比する語として、義洋風という語を用いている。この言葉は戦後にも継承される。咳の活によって執筆された初の日本近代建築の通史、明治、大正、昭和の建築や、安倍姫正の明治の建築で、林忠博に代表される日本人技師の手になる建築を義洋風建築と呼んでいる。 2003年の時点で現存する主要な技用風、建築の一覧、文化財指定の判例。19世紀後半、ヨーロッパ諸国は東アジアへと進出し、各地に居留地が置かれた。しかし、1843年開港直後の上海においては、中国風の入りもや屋根をかけた、公開館などの技用風的な建築が建てられてたにも、かかわらず、19世紀中の中国、 朝鮮半島では建築の儀用風化は見られない。20世紀初頭に入ってから、中国では、中華バロックと呼ばれる一群の儀用風的な建築が建てられ、韓国においても、特殊宮の中にベランダコロニアルの洋風建築が建てられた。これは、日本と異なり中国、朝鮮半島にはすでに石像建築や椅子座が存在しており、西洋建築を受け入れる素養があったためと考えられる。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。